ウィリアム・クラレンス・エクスタインはアメリカ合衆国のスイング時代のジャズシンガー、ポップシンガー、バンドリーダーである。彼はまるでオペラ歌手のように豊かなバリトンの声で知られている。彼のアイアポロジャイズは1999年にグラミー・伝道賞を受賞した。ニューヨーク・タイムズは彼のことを影響力の大きいバンドリーダーと表し、彼の洗練されたバスバリトンと ポピュラーソングへの喉を使った甘いアプローチはアール・コールマン、ジョニー・ハートマン、ジョー・ウィリアムス、アーサー・プリソック、そしてルール・オールズなどの歌手たちにインスピレーションを与えたとしている。サラ・ボーンとビリー・エクスタイン、1981年のモントレージャーズフェスティバルにて、エクスタインはペンシルバニア州ピッツバーグで運転手の父・ウィリアム・エクスタインと 下手屋の張り子をしていた母シャルロッテ・エクスタインの息子として生まれた。エクスタインの父方の祖父母は、ウィリアム・カイ・エクスタインと、ナニー・エクスタインで、ワシントン DC に住んでいる、根結のカップルだった。二人とも1863年生まれで、ウィリアムはアイオワ州プロシア生まれ、ナニーはバージニア州生まれだった。エクスタインは、ピッツバーグの高校に入り、 ワシントンに移住してその地の高校からハワード大学へ進んだ。彼はアマチュアのタレントコンテストで1位を獲得した後にハワードを後にした。ピッツバーグのハイランド公園地区にあるブライアント通り5913番地にはエクスタインの成果を示す州の歴史表が設置されている。ペンシルバニア州ピッツバーグのハイランド公園地区にある歴史表彼はシカゴに移り、 1939年に r ル・ハインズのグランドテラスオーケストラに参加、ボーカルとトランペットを担当し1943年までそこで過ごした。その時期からエクスタインはハインズのバンドのジュークボックスヒットであるスタミー・マンデー・ブルーズや自身のジェリー・ジェリーなどによって名前が広く知られるようになった。1944年にエクスタインは 自分のビッグバンドを結成し、そこはジャズの未来を担う冒険心に満ちた若いミュージシャンたちの仕上げの学校となった。このグループには、ディジー・ガレスピー、レクスター・ゴードン、マイルス・デイビス、アート・ブレイキー、チャーリー・パーカー、ファッツ・ナ・バンド、そしてボーカルのサラ・ボーンがいた。バンドの編曲者には、タッド・ダメロン、ギル・フラー、そしてジェリー・バレンティンがいた。 ビリー・エクスタイン・オーケストラは最初のボップビッグバンドとされ、A コテージホーセールやプリズナオブ・ラブはトップ10チャートにエントリーされた。この2つのディスクはアメリカレコード協会のゴールドディスクに選ばれている。ディジー・ガレスピーは1979年に出た自伝 2BEORNOT2BUP の中で次のように振り返っている。ビリー・エクスタインのバンドはケウの存在だ。 我々のアタックは強力で新しいスタイルのビバップを演奏してきた。世界中でこんなにエキサイティングなバンドはない。エクスタインは1947年にソロ活動を始め、豊かで洗練されたオーケストレーションのレコードを出した。バンドを解散する前から、エクスタインはそれをサポートするためにソロレコ、ディングを行い、1945年の固定時報セールと プリズナオブラブのリバイバルは2つのミリオンセラーになった。バンドでの録音よりもさらに成功したソロの録音は、エクスタインの将来を予感させるものだった。エクスタインは1940年代後半に12曲を超えるヒットを飛ばしている。彼は新設の MGM レコードと契約し、たちまち、エブリシング、i イハブ・ Have i ズ、Yours, ハートのブルームーン、そしてジャン・ティゾルの キャラバンといったリバイバルでヒットを重ねた。1951年7月8日に、エクスタインは、レオン、エ、フリンシニアがプロデュースしロサンゼルスリグレーフィールドで開催された第7回キャバルケイド・オブ・ジャズ・コンサートで公演した。共演は、ライオネル・ハンプトン、パーシー・メイフィールド、ジミー・ウィザースプーン、ジョー・リギンス、そしてロイ・ブラウンであった。 1950年4月25日号のライフ氏はエクスタインのプロフィールを3ページにわたって掲載したが、その時は写真家のマーサ・ホルムズがニューヨークで1週間エクスタインと周囲の人々に同行した。ホルムズが撮ってライフに載った写真の1枚はエクスタインが白人女性のファンに囲まれ、ファンの1人は手を彼の肩にかけ、笑いながら頭を彼の胸に当てていた。 エクスタインの伝記を書いたケリー・ジェネルはこの写真について、ホルムズは人種的緊張にとらわれない高揚感や喜びや愛情の瞬間を見事に捉えていると述べている。ホルムズはこの写真について世界はこうあるべきだということを伝えており、自分が撮ったすべての写真の中で最も気に入っていると書いている。この写真は論争を呼ぶ。 可能性があるとライフの編集者は考え、雑誌の発行人であるヘンリー・ルースに個人的に許可を求めたところ、これは発行すべきだと言われた。発行された写真により雑誌社員講義の手紙が何通りも送られたが、歌手のハリー・ベラ・フォンテはすぐに、この国民的雑誌の中でこの写真がヒットしたとき、障壁が破られるだろうと述べた。写真によって生じた論争は、 エクスタインのキャリアの軌跡に大きな影響を与えた。歌手のトニー・ベネットは、それはすべてを変えた。以前は彼のファンは大勢いたが、今や白人社会を怒らせてしまったと述べ、ピアニストのビリー・テイラーは、報道と写真により彼の前のドアがピシャッと閉められてしまったと語った。1950年代のエクスタインの録音の中では、1957年に、 サラ・ボーンとデュエットしたパッシング・ストレンジャーズがマイナーヒットとなったが、前衛シングルチャートでは初登場で22位を獲得している。1960年のラスベガスでのライブアルバム、ノーカバー、ノーミニマムで、エクスタインはトランペットソロを吹き、ナイトクラブでの演奏を披露した。九百六十年代の初頭に彼は、マーキュリーやルーレットレコードでアルバムを録音していたが、 60年代半ばから後半になるとモータウンでアルバムを録音するようになった。1970年代にエール・ベルのスタックスレコードで録音した後、エクスタインは最後の海外録音ツアーを行い、1986年に出したビリー・エクスタイン・シングス・スウィズ・ベニー・カーターはグラミー賞にノミネートされた。百八十四年にエクスタインは 最後から2番目のアルバム、アイアム、エイシンガーを出したが、編曲と指揮は、アンジェロ・ジピッポで、ハーモニカのトゥーツ、シール・マンスが共演した。1986年11月に、エクスタインは、サックスのベニー・カーターと録音し、カーターのアルバム、ビリー・エクスタイン・シング・ス・ウィズ、ベニー・カーターが出た。イアン・レヴインが設立した元モータウンのアーティストのためのレーベル、 モーターシティレコードでエクスタインは最後の録音を行った。彼は1942年に最初の結婚をした。1952年に離婚した後、1953年に女優でモデルのキャロル・ドレークと再婚し、キャロルは彼が亡くなるまで連れ添った。彼はキャロルとの間の4人の子供と2人の連れ子の父親だった。子供たちの中には、 マーキュリーレコードの社長、エド・エクスタイン、コロンビアレコードと、バ・ブレコードの A&R 担当役員兼、レコードプロデューサーのガイ・エクスタイン、歌手のジーナ・エクスタイン、俳優のロニー・エクスタインがいる。エクスタインは1992年4月、カンザス州、サライナでの公演中に、脳卒中に襲われ、以来演奏することはなかった。 病院で口は聞けるようになったが心臓発作を起こし数ヶ月後の1993年3月8日に78歳で亡くなった。エクスタインの最後の言葉はベーシーだった。ありがとうございます。